Alright guys, my name is Young Gilgamesh, and let's keep going. Oh, what? The change to the anime style? Oh, oh Jesus, it's not 3D, it's 2D animation. Like a real anime. That's cool. Hey, smoke! Damn! Okay. Oh god. Oh, what the hell is that shit? Holy shit, that feels so like Vajra, but a different version. I will die. Damn. Oh. Bye bye car, never see you again. And that's a smoke. Holy god, that looks ugly. Oh, and Aragami was sensed then and starts biting that huge card. That's really cool. Oh, okay. Yay, thank you Aragami. You just saved our girl. That's awesome. You just saved my girl Fiend. Oh, what? Easy shit. Super easy. Yeah. And what the hell did we get here? Awesome. He's gonna be tough. Hey, Gloria! Fuck yeah. Fuck yeah. I really hope that her spear was spinning. Why
What? What? What happened? I'm not finishing that yet. What the hell, God? Don't tell me you got some second face or some shit. What the hell? And we got fame. We got fame. I know that. Now what? We're not going to finish you? Whoa! First time in the mission that we haven't killed an Aragami. Whoa! What the hell? It's all such a surprising in this episode. They got new Claire coming in the mission, and then we haven't defeated an Aragami. Let me get my fame back. Okay. Okay. It's such a weird place that we were at. Yugo-san, それ、マッチポンプって言うんですよ。ま、固いこと言うなよ。それよりクレア、お前、これでよかったのか？はい、自分で決めたので。そうか。ならいいんだ。Yeah, gotta chain off. Let's kiss. グレープにいるからのお呼び出しよ。まあ、そうなるわな。心配すんな。ここまでは想定通りだ。こっからが本番。気合い入れろよ。上場酌量の余地なし。それがあんたらの答えなんだな。What? 言葉を慎んで、ユーゴ。What? しかし、その決定はあまりにも一方的ではないでしょうか。What? 確かにここまでの道中、海域種アラガミから積み荷を守った功績は認めましょう。先ほどの輸送船襲撃の際の働きも見事でした。であれば。しかし、積み荷の中身を知ったこと、これは重大な契約違反です。This old guy looks... さらに犬飼氏からの報告によると、Handsome.重要機密である積み荷に対し、みだりに接触を行い、検体としての価値を著しく貶めたとのこと。いいセンサーはできますまい。くそ、犬飼いの野郎。グレープニルはクリサンセマムへの損害賠償請求、および海域航行法に基づく刑事責任を追及いたします。He's so handsome, Jesus. 全員銃殺が妥当だろうな。この件はすべて私の監督不行き届きによるものです。彼らに非はなく、むしろ重要機密を守るために命をかけて。君はビクトリアス家のご息女だ。先代、君のお父上には世話になった恩義もある。静かに処分を待ちたまえ。悪いようにはしない。責任は私にあると言っているんです。でははっきり言おう。君には責任を取る力などないということだ。 He is so handsome. ビクトリアス家あっての君だ。家名を傷つけるような言動は控えたまえ。それとも君は自分が正当に評価されているとでも思っているのかな。 He is so handsome.どうした？大型の海域シュアラガミが第二警戒ラインを突破。こちらへ高速で向かってきています。なんだと？そいつは残念だったな。強いぞ、海域シュは。貴様ら、すぐに出て海域シュと戦え。多少の時間稼ぎにはなるはずだ。断る。どうせ俺たちは銃殺系なんだろ。確かに。
荒神に食われるよりそちらの方が幾分かはマシだな。なんだと、貴様ら。怪異騎士荒神を撃退してあなた方を守れたら、先ほどの話再検討していただけますか。そんなことできるはずがない。大型の怪異騎士なんだぞ。ビクトリアス家の名において討伐してみせます。私の仲間と共に。いい表情だ。カノン夫人、ランダル・ビクトリアスのご息女は確かにその勇猛さを受け継いでおいでのようだな。作戦本部を離れているゆえ、遠隔からの挨拶であるブレイをまずは謝罪したい。私はグレイプにいる最高司令官を務めているエイブラハム・ガドリンというものだ。ガドリン総督。へえ、総督さんが何の用かな。恥を承知で言おう。かの怪異騎士荒神に抗う力を我々は持たない。故にどうかそこにいる我々の仲間を助けてはもらえまいか。別に助けたくないわけじゃない。必要なのはその見返りだ。俺たちは命を張る。それにふさわしい対価を示してもらいたい。先ほどまでの話は聞かせてもらった。相応の誠意は示そう。総督、そのお言葉は確かですね。それは結果次第だと言えよ。まずは生き残ることが条件だ。オーケー、任せときな。よく見ておけよ、俺らの力を。このミッションはグレーブルのオイラ型がモニタリングしているわ。それがどういうことか分かるわよね。証明するんだよな、俺らの価値を。その通りに彼らに試合に戻るように彼らも持つ。 Let's do this。That's a pretty stupid shit. Yeah.
Yes. Oh. Yes, bitch. Oh, he is a tough one. I mean, his attack is simple, you know, not hard to predict, but his power is just very strong, you know. Once it hurts you, it hurts. Damage a lot. And most important, we can predict his, you know, Hoshoku direction, you know, we can just back. But I got over 5 minutes, a bit hard. He lost his leg. He looks weird. He's sleeping. 本当に大型の怪奇士荒神を倒すとはどうなされるおつもりですか、総督。これで証明された。今次作戦は勝てる。His voice is weird. 怪奇士荒神すらもほふる力。まさに我らが求めていた最後のピースだ。He got a weird mustache.あんたが総督か。それでどうする？俺たちの戦闘は見てくれていたんだろ。 You got a really nice pack, six pack, nice muscle. 素晴らしい戦果だった。さらにその心意気、信念、くじけぬ心、君たちの意志はこの絶望にあえぐ世界において未来を照らす光となるだろう。Yeah. そしてその力、いかに輝く意志も、それを守る剣がなければならない。Okay, I know I look handsome. こういう時代、You don't have to look me like that. 暴術渦巻く中で、己の力以外に何を信用できよう。君たちの未来を、一時の誤りで取り潰してしまうには実に惜しい。じゃあ。方面ってことでいいんだよな。いや、yeah. ああもちろんだ。それだけじゃない。フィムを俺たちに預けてほしい。That's right. あんたたちもいい加減気づいてるんだろ。フィムが怪奇士を呼び寄せてるってことに。そうだな。これまでの知見から総合的に判断して、怪奇士荒神が人型荒神の捕食に。強く執着していることは疑いようがない。Why? フィムを守れるのは私たちだけです。いいだろう。フィムは君たちに託そう。ビクトリアス家の名に恥じぬ戦い、見事だった。ありがとうございます。Because you know what? She got nice boob. That's why.我らは組織、どこか一部署、誰か一人を特別扱いはできかねてね。それなりの客観的理由がいる。客観的理由？近く我々は全てのキャラバンを招集し、大会合を開くことになっている。そこである一大作戦の実行が宣言される。それに参加してもらいたい。例のフェンリル本部奪還作戦ってやつか。
その通り。Feels burning. Feels awesome. Oh, we're gonna get butter fanned. Fanned. Maybe Iridari is his daughter. I think. You know, this is usual game pattern story. You know, story pattern.大規模作戦については追って通達があるはずだ。期待している。どういうことですかな。1号検体を私の断りもなしに外に出したとは。彼らに預けておいた方が安全だろう。いるかい。検体から細胞は消し済みだ。オーディンの技術検証に支障はあるまい。それに荒神とはいえ人の姿だ。モルモットにすれば心が痛む。そうだろう。はい。Okay, awesome episode. Damn, that was a tough Aragami. And I'll see you guys next time.